こんばんは。ミネラルウォーター大全伊藤です。今日は、いつものですね、製品紹介ではなくて、一つの企画として、始めたいなと思っていることをですね、紹介していこうかなと思っています。4、5年前からですかね、もう、考えついたというかですね、やってみたいなとずっと思っていたんですけども、まあ考えるだけで終わっていて、他のことをやらなきゃいけなかったので、考えるだけで終わっていたものをですね、今回から始めていこうかなと思います。まあ続くかどうかっていうのはちょっと分かりませんけども、まあ第1回ということで、記念に、基本的な、ものを紹介したいと思います。ですね、この製品、ここ2つ並んでる、2本並んでる製品はですね、しぶしの美味しい湧水、これはですね、鹿児島県産ですね。左がですね、あー甘露水、これはですね、山口県下関産になりますね。山口県と鹿児島県、この2つのミネラルウォーター、水製品をですね、こう並べてみて思いつくことって何かあるでしょうか。山口と鹿児島ですね。これはですね、私に言わせるとですね、薩長同盟ということで、薩長同盟という名をつけて、この半々で、ハーフ&ハーフで割ると。このですから、しぶしの美味しい湧水と、ああ、甘露水をですね、1対1で割る。それが薩長同盟。そういう水、ミネラルウォーターカクテルになるわけです。私がですね、これからこう、どんどん紹介していきたいのはですね、こういうふうに、いろいろな場所ので取れた水をですね、なんとなくこう自分で思いつくようなネーミングにしてですね、1対1で割る。もちろん3本あったら3分の1ずつこう、1対1対1で割る。そういうふうに、カクテルを作ってですね、遊んでいく。私の水遊びですね。そういうものをですね、これからこう、いろいろ考えて、皆さんに提供していけたらなと思います。もちろんですね、多少無理があるものとかですね、まあ思いつかないでずーっとこう空いてしまう、更新が空いてしまう場合もありますけども、まあ、そこら辺はまあ遊びの一環、コーナーの一つでありますので、これをメインとするわけではありませんので、気長に待っていてほしいなと思います。とりあえずはですね、一番初めにですね、こう、薩長同盟、わかりやすいところで、薩長同盟というカクテル名で、この2つを割ってですね、楽しんでみたいなと思っています。じゃあ早速というか、まあ、一応この製品の紹介だけちょっと しておきましょうか。製造者がですね、鹿児島県、志布志市、志布志町、安楽の、株式会社霧島湧水ですね。こちら私、工場見学してきました。とても素晴らしいところにある工場で、なんていうんですかね、もう本当にそういうところにあるだけでなんかこう有利というかですね、そういうのを見るとですね、実際に見てくるとですね、大変こう、なんていうんですかね、印象に残るというか、素晴らしい。しかもこう工場施設ももちろんですし、スタッフの方々の意識もですね、高くてですね、この水は信用できるなと、この水は皆さんに勧めても大丈夫だなと考えましたので、ここで採用させていただきました。もちろんもうブログの方には紹介してあるんですけどね、旅行記というか工場見学記も書きましたし、で左の方はですね、まあ、こちらもですね、山口県まで実際行って、下関市まで行って買ってきたものですね。これはボトルドウォーターというか、清涼飲料水になります。水道局が出している水ですね。販売者は下関市、の、下関市上下水道局になります。こういうあの水道水っていうのはですね、もちろんそのまま入ってるわけじゃなくて、塩素を抜いてあったりですね、実際そのミネラルウォーターと同じようなものを入れているところがあるので、そこら辺はですね、気にせず紹介しています。でこの下関市の水と鹿児島県志布志の水を、カクテルしたものが、薩長同盟ということで、他にももちろん山口県産の水とか鹿児島県産の水はいっぱいありますので、それでももちろん代用できます。このようにですね、いくつかの水を組み合わせて一つの名前をつけて遊ぶ、それがミネラルウォーター水カクテルです。皆さんもぜひ楽しんでみてください。よろしくお願いします。